はい、おはようございます。今日はね、タチウオのいいやつ今バンバンさばいてるんですけど、ちょっと今日はね、タチウオって骨がある魚でね、結構今食べられない魚にもなってきたんですけど、まあね、昆虫食とかわけのわからんことやってんけど、日本なんかね、海がいっぱいあるんだから、もう水産に力入れようっていうのは本当腹立つね、本当。このここにある骨を外すわけ。そうするとすごく食べやすくなるんですよ。こうね、ゆっくりやると、もう5本ほどやったんで、ゆっくりこれやりますね。こうやってね、そうそう、これこんだけ、これだけ骨が背骨から入ってきてるんですよ。背びれからね、背びれからこう、この骨がとんがってて鋭角で、それでいて、先が鋭いと。だからタチウオが嫌がられるのはここなんですよね。あと身の方はポツポツと取れます。簡単に取れます。でこれだけ鮮度がいいので、塩焼きしても美味しいしね、このタチウオね。お刺身しても美味しいんで、まあ、いろんな調理できますよね。これね、ほんとバーってやったら、ね、一気に抜けちゃうんだけど、ゆっくりやるとどうしても中抜けしちゃうんだ。まあこれへん、これすごいでしょ。こうだから、これを取ることによって、ぶつ切りにしてるやつはね、あれはね、手抜き、はっきり言って、何個か見るんだけど、背びれをつけたままぶつ切りにしてるタチウオなんで買ったってね、食べる子供は嫌がるんですよ。だから、ここをちゃんと取ってるパックを、魚屋さんに見かけたら、それをね、バター焼き、照り焼き、塩焼き、鬼漬け、何でもできますから、あと味噌漬けしても美味しいし、ね。そんな感じでね、食べさせてあげれば骨を嫌がらなく食べると思います。それではまた明日。